ポン製の結ック,クランプポリアセタール、またはポリオキシメチレンとは、オキシメチレン構造を単位構造に持つポリマーであり、略号はポンである。ホルムアルデヒドの実が重合した、ホモポリマーと、約2モルパーセントのオキシエチレン単位を含む、コポリマーの双方の製品があり、両者ともポリアセタール、またはアセタール樹脂、あるいはポリアセタール樹脂と呼ばれる。 ホモポリマーは生成されたホルムアルデヒドより、触媒存在化、アニオン10号により合成する。一方、コポリマーは1、3、5トリオキサンとエチレンオキシドあるいは1、3ジオキソランの混合物に、酸復化ウ素などのカチオン10号回資材を添加した、快感10号により合成する。モノマーであるホルムアルデヒド、あるいは1、3、 小鳥り置きさんに水などの不純物が含まれていると、連鎖移動反応により、ポリマー末端は、オきしメタノール構造となる。オきしメタノール構造は、有点以上になると末端からホルムアルデヒドが、順次外れる、アンジッピング反応を引き起こしてしまう。ホモポリマーの場合は、無水酢酸を用いたアセチル化などのエンドキャップ処理を施すことで、熱安定性が改善されている。また、 コポリマーの場合は、有点以上で末端の不安定部を下位重合させて安定な末端で終わらせる処理が行われる。近年では、モノマーであるホルムアルデヒド、あるいは1、3、5トリオキ酸サンから水などの不純物を取り除く高度な生成技術が開発されている。ホモポリマーの場合には、無水削酸を連載銅材としてホルムアルデヒドの重合を行うと、 連鎖移動反応により、ポリマー末端がアセチル元でエンドキャップされた安定な重合体が得られる。また、コポリマーの場合はメチラールを連鎖動剤として1、3、5トリオキさんと小物マートの強重合を行うと、連鎖移動反応により、ポリマー末端がメットキシ元でエンドキャップされた安定な強重合体が得られる。 なお、オキシメチレン構造を繰り返し単位とする、環状化合物には、3両体である1、3、5トリオキサン、4両体である1、3、5、7テトラオキサン、5両体である1、3、5、7、9ペンタオキサンなどがある。また、ホルムアルデヒドの水溶液であるホルマリンを、加熱し水を蒸発させた、高濃度ホルマリンを固化させると、直射状の構造を持った、 パラホルムアルデヒドが得られる。なお、一般に、プラスチックとして使用されている、ポリアセタール樹脂の15度は700から3000程度で、ある。ポリアセタールは、希少部分と結晶部分が混在するために、強度、弾性率、対衝撃性に優れた、エンジニアリングプラスチックとして用いられる。また、修動特性に優れているため、時空受け部品としても利用されている。 分子構造に酸素原子が多く含まれているため、酸素指数は15であり、最も燃えやすいポリマーの一つである。市販されているポリアセタールの例として、セラニーズ社のセルコンと、ホースタフォーム、デュポン社のデルリンとポリプラスチックス社のドゥレイコン、アサヒカ製のテナック、三菱ガス化学のユピタールなどが挙げられる。 ホモポリマーであるデルリンを成形液で扱う場合には特に注意が必要である。故障等によって機械が停止し、U 点以上の温度に長時間さらされると、アンジッピング反応が引き起こされる場合がある。ポリアセタールは一般に乳白色であるが、カーボンブラック、各種顔料等を配合することで着色が行われる。また、これら着色剤を高濃度で配合したマスターバッチも、 入手可能であり、成形時に配合して使用される。成形の前に、80摂氏90度で3から4時間の乾燥が推奨されている。エンプラの中では最も汎用性があり、価格が安いため、家電や電気電子製品の各種外装、筐体、機構部品類、自動車パネルなど内装部品、文具、雑貨類、こと用家具部材、ブラシの柄など用途は多岐にわたる。 古機による結露対策として、リコーダーをはじめとする木管楽器や金管楽器にも使用されている。他にも模型の可動部部品や樹脂製の鉄道模型の台車枠、連結器など様々な用途で使用される。業界では一般的にジュラコンの名で親しまれている。主なポン製造元、プラスチックス2015年6月号 P70。ありがとうございます。